ギラフファティタンは後期ジュラキの竜脚類恐竜の属の一つ。もともとはブラキオサウルスのアフリカの種と考えられていた。ギラッファティタンは数十年にわたって最大の恐竜と思われていたが近年の発見によっていくつかの恐竜はこれを超えている。大型ティタノサウルス類は体重ではギラッファティタンを凌駕していた。ギラッファティタンのサイズの推定値は生体である。 HMNSII に基づいている。全長21.8から22.5メートル、全高約12メートル。体重の推定値は様々で、15トンから78.3トンまでの範囲であるが、これらの動物がより大きくなる可能性があることを裏付ける証拠がある。HMNXV2 という標本の飛骨は、HMNSII と相当の部分より13%、 大きいもので全長26メートル以上に達した可能性を示唆する。人とのサイズ比較1914年から1990年までギラファティタンは基地の最大の恐竜及び地球史上最大の陸生動物と呼ばれていた。20世紀後半、ギラファティタンの大きさを上回るいくつかの大型キタノサウルス類が発見された。しかし、 ギラッファティタンとブラキオサウルスは依然としてある、程度完全な要素が知られたブラキオサウルス科の中では、最大のものである。ギラッファティタンのサイズ推定のすべては、ベルリン標本に基づいたものである。これは人揃いの荷骨である。大部分は、HMNSII という推定全長21.8メートルから22.46メートル、推定全高12メートルの亜体で構成されている。 しばしば言及される22.46メートルという全長はギラファティタムを記載したドイツの科学者や年収による推定である。これは単純な書き間違いの値であり、実際の数値は22.16メートルである。推定体重はより問題があり、小さければ15トン、大きければ78トンと研究史上では非常にばらつきがあった。 これらの極端な推定値は現在では欠陥のある方法論に基づいているため参考にできないと考えられている。最初の計算は再び屋年収によって行われた。1935年、屋根種は標本 SII の体積を32メートル、それより小さい標本 SI の体積を25メートルとした。この数値をどのようにして算出したのかは不明である。 1950年には彼はより大きな骨格の体重が40トンであると述べている。1962年、エドウィン・コルバートは86.953メートルという計算値を弾き出した。密度を0.9と仮定すると78,258キログラムになる。コルバートは市販されている博物館の模型を砂の中に挿入して、 それによって変異する体積を観察した。1988年のグレゴリー・ポールの意見によると、推定値が非現実的に大きいものになった原因は、模型が動物の実際の体積と比較して、過度に大きく作られていたためではないかと仮定している。1980年、デール・ラッセルは、上腕骨と大腿骨の直径から最低でも14.8トンと推定した。 1985年ラッセルはそれらの骨の外周から推定して25トンと記載した。1985年ロバート・マクニール・アレキサンダーは大英自然史博物館の模型を水の中に入れて46.6トンと結論付けた。さらに最近では流脚類の体重を軽減する大規模な機能システムを考慮した骨量測定から再構築した模型と 推定筋肉量に基づいて23トンから40トンの範囲内で推定されている。1988年、グレゴリー・ポールは特性の模型を水中に挿入して36.585メートルの体積を測定した。より低密度であると仮定し、体重は31.5トンと見積もった。1994と1995年にかけてヤンペックス・キースは 手足の外周から計測して40トンと見積もった。1995年、ハンス・クリスチャン・ガンガは単純な幾何学的形状から仮想モデルを構築するために骨格模型にレーザースキャンを使用し、74.42メートルの体積を計測、体重は63トンと結論付けた。2008年、ガンガはより複雑な模型を用いて77.9メートルと測定した。 2004年にドナルド・ヘンダーソンはコンピュータモデルを採用し体積32.398メートル、体重25,789キログラムと計測した。新しい計測方法では骨壁の厚さを利用している。しかし基地の最大の標本は HMNSII ではなく HMNXV2 であり、HMNSII の飛骨よりも13%、 大きい飛骨を持っている。その全長は26メートルに達したと推定される。生体復元ギラフファティパンは、四足歩行の植物を食べる恐竜のグループの一つで、首等が長く、脳が比較的小さく、キリンに似た体格で、前肢が長く、首が非常に長い。頭骨は眼下の前に、尾骨の高いアーチ、いくつかの開口部がある前頭骨、のみに似た歯を持っている。 前足の第一子と後足の第一から三子には鍵詰めがある。ベルリンのスカルキャスト伝統的には、その特徴的な高さのある頭骨の持ち主はもともと、ブラキオサウルスブランカイ、ブラッケアソリスブランケイと呼ばれていた。しかし従来のブラキオサウルス標本の中では、この特徴は現在、ギラファティタンとされているタンザニア標本からしか知られていないため、 ブラキオサウルスアルティトラクスはこの特徴を示さなかった可能性がある。ギラファテタンの尾光の位置については、ウィットマーがサイエンスで肉をつけた場合、尾光の位置にはご通りの可能性があると仮定して記述しており、多くの議論を呼んでいる。恐竜の尾光と原生動物の尾光を比較したところ、すべての種の尾光は外側に開いていること、そして竜脚類は尾光が 頭の上ではなく、鼻先の近くにあったことを発見した。ギラッファティタンに代表されるように、様々な竜脚類が、象のような長い鼻を持っているという仮説もあった。しかし、本族を含めて、口の細い竜脚類がいなかったことは、この仮説の否定材料となっている。長い鼻がなかったことを示すより、強力な証拠として、葉の摩耗が挙げられている。ギラッファティタンの 摩耗パターンは枝葉を引きちぎってついたことを示唆しており、もし竜脚類に長い花があったのであれば、花で枝葉を摘み取るため純粋な歯ぎしりの痕跡が残るはずである。テンガグルでの発掘1906年、ベルハルとビルヘルム・サトラーは、当時のドイツ領西アフリカを旅行中、現在のタンザニアの林理近郊のテンガグルで地面に渦漏れた巨大な骨を発見した。 1907年初頭、ハノーバーのビルヘルム・アーニングに発見の記録が送られた。アーニングは、ドイツ領の地理的調査を外観するベルリンの委員会であるコンミッションフィワダイ・ランデスクンリーチ、エホーシュン・デア・シュッツ・ジェベットに報告した。当時のドイツ植民地国務長官であった、ベルハルト・デルンブルクは、実業家のハインリヒオットを伴って、東、アフリカを訪問した。 オットーは古生物学者のエヴァーハルト・フラース教授を科学顧問として招聘していた。5日間の行軍でテンダグルにたどり着き、骨が本物であることを確認した。すぐに、サトラーは先住民の鉱山労働者のチームに加わり、大きな竜脚類の骨格を発見し、ドイツに送った。後に、これらはトルニエリアとヤネンシアのホロタイプとなる。フラースは、 テンダグルの地層が非常に化石に富んでいることを見抜いていた。ドイツに戻った後、彼は大規模な探検のための十分な資金を集めようとした。彼は、フンボルト博物館の館長である、ビルヘルム・フォンブランカ教授の関心を引きつけることに成功した。フォンブランカは、ドイツの威信をかけた、このプロジェクトが成功することを確信していた。1909年、 1910年、1911年、1912年の4回の野外調査の間に約100の化石サイトが探検された。大量の化石がドイツに運ばれた。間もなくトルニエリアとヤネンシアの他に流脚類が地層の中に存在していることが明らかになった。その一つは比較的よく見られる中型のディクライオサウルスであった。 もっと珍しいのは、他のものをはるかに凌駕する巨大な形をしたもので、今日では、ギラファティタンとして知られている。ギラファティタンの最初の採石場は、サイトデイで、テンガグルの丘の北東を約1キロメートルに位置し、1909年6月21日に、発掘が開始された。中型の個体の比較的完全な骨格が含まれて、板が、手、頸椎、銅子、 頭骨が欠けていた。その中には29本のオじーが含まれていた。その他の骨は22平方メートルの敷地内で関節して発見された。テンダグルの丘の北東1 4キロメートルに位置するサイトナインは1909年8月17日にオープンした。150個の発掘された恐竜の骨のコレクションの中には 二つのギラファティタンの大腿骨が含まれていた。次のギラファティタンのクオリーは、テンダグルの丘の東900メートルにあるサイト N で1909年9月に発掘された。そこには、同子、O し、肋骨、肩甲骨、肩甲骨の可能性があるもの、上腕骨、二つの関節、そして多くの不明な骨が含まれていた。 ギラファティタンの化石の最も重要なソースは、丘の南西1キロメートルにあるサイト S であろう。発掘は1909年10月11日に始まり、1912年まで続いた。1909年には、手足と骨盤が掘り出された。1910年には、川の切り岸が徐々に深くなり、高いオーバーバーデンが取り除かれた。石切り場の壁は、 崩壊を防ぐため、高い木の骨組みで覆われていた。この年、最初にあばら骨が数本、後に椎骨の一部が露出した。10月にはいくつかの頸椎の近くで頭骨とした顎が発見された。1912年6月5日以降、さらに多くの頸椎と体幹の椎骨が発見された。当初は一個体分の骨格が発見されたと考えられていた。 その後、屋根主は2体分の骨格が存在していたことに気づいた。サイト SI は、頭骨、6つの頸椎といくつかの動詞が保存されていた。SII の方が大きかったが、その大きさにもかかわらず未成体であった。頭骨、11個の頸椎と11個の動詞、肋骨、左肩甲骨、両肩甲骨、両前肢、四骨、右甲子が含まれていた。 仙骨と尾は比較的最近の侵食で失われていた。この個体は獅子が垂直に直立した状態で発見されたが、これは泥の中に埋まったためと説明されている。プレパレート中の巨大な肋骨1909年10月初旬、丘の北東 1.2km にあるサイト AB が発掘された。多くの竜脚類の発掘された化石の中から、 二体のギラファティタンとされる大腿骨が採取された。巨大な上腕骨の可能性があるものはあまりにも風化がひどかったため発掘することができなかった。丘の北東2 9トルにあるサイト CC には、頸椎、胴 C、肋骨、肩甲骨、上腕骨を含むギラファティタンの骨格が含まれていた。1910年には、 テンダグルの丘の北 3.1km にあるサイトアイという別のギラファティタンの採石場が開かれた。そこには脳箱、一連の八つの頸椎、胴椎、肋骨、両肩甲骨、右骨、左上腕骨、左肥骨を含む中型の個体の骨格が含まれていた。上記のクオリーはギラファティタンの骨が発見された最も重要な場所だけを示している。 テンダグルの他の多くの場所では、屋年書の出版物の中でギラフファティタンに言及されていた大きな流脚類のタンホネが発見されたが、記録が残っていないため、発見の正確な状況は分かっていない。これは探検隊による体系的な文書化に不備があったことが原因の一つである。また1943年の連合軍の爆撃により多くの文書が消失した。 また、化石の一部も失われた。それにもかかわらず、骨格要素のほとんどは知られている。組み直される前のギラフファティタンの組み立て骨格、ギラファティタンブランカイは1914年に、ドイツの古生物学者、ベルナーや年ュによって、ブラキオサウルスブランカイと命名され、1909年と1912年の間に、テンダグル層から回収された標本に基づいて、 被災された。それは5つの部分骨格から知られる。その中には、3つの頭骨と、頭骨要素、いくつかの死子の骨、椎骨、葉を含む、多数の断片的な化石が含まれている。後期ジュラキのキンメリジアンから、シトニアンの間に生息していた。ベルリン自然史博物館に展示されている有名な、標本は、ギネスブックで認定されているように、 世界最大の組み立て骨格の一つであり、実際に最も背の高いものである。1909年から、ベルナーや年主は、アフリカのタンザニアで、ほぼ完全な骨格を含む多くの標本を発見し、それらを用いて今日見られる、コンポジットのマウントを作成した。ギラファティタンの実物頭骨と、小型ブラキオサウルス類、エウロパサウルス頭骨の比較1988年。 グレゴリー・ポールは、ブラキオサウルスブランカイは、北米のブラキオサウルスとは、特に同ー,ーの割合やより、重厚な体格などが、大きく異なっていると記載した。ポールはこれらの差異を根拠として、ブラキオサウルスの種を、ギラッファティタンとして独立させた。1991年、ジョージ・オルシェフスキーも、これらの違いによって、アフリカのブラキオサウルスを、 独自の俗名であるギラファティタンとするのに十分であると主張した。アフリカ型と北米型の間のさらなる違いは1998年に北米のブラキオサウルスの頭骨の記載によって明らかになった。この頭骨は約1世紀前に発見されたものであり、オスニエルマーシュがブロントサウルスの初期の復元に使用したものである。種不明のブラキオサウルスとされ、 ブラキオサウルスアルティトラクスに属するものである可能性が高い。その頭骨はギラファティタンの特徴的な短く高さのある頭骨に比べ長く低く前上顎骨派の形状が異なり上部の空洞化が少ないなどいくつかの特徴でカマラサウルスに近いものとなっている。ギラファティタンを独立した属として分類することは両種の厳密な比較では指示されていなかったため 当初は他の科学者たちにも広く支持されていなかった。しかし、2009年にマイケル・テイラーによって詳細な比較が発表された。テイラーは比較可能なほとんどすべての骨において、ブラン回収がアルティトラクスダネとサイズ、形状、比率のすべての点で異なっていることを示し、ギラファティタンを別の属に置くことが有効であることを結論づけた。 テーラーは、ギラフファティタンとブラキオサウルスの間の姉妹群の関係の証拠を発見したが、彼の分析では、他のブラキオサウルス科の分析は省略された。より最近の系統解析では、ティタノサウルス型類の中で、ギラフファティタンは、以下に示す通りブラキオサウルスやアビドサウルス、ケダロサウルス、ベネノサウルスのポリトミーを含む分類群の姉妹群とされている。ありがとうございます。